こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。さあ、体積演習編の2回目でございます。今回扱いたいのはこちら。れん。えー、曲線 C、Y コール E の X 乗に対して、原点から接線を引きました。で、ここの囲まれた部分の面積を出して、3番でここ X 軸の周りに回転させて体積を出してくれという問題でした。さあ、 接線の問題は、まず接点を置かなければねって話だったから、接点を置くことからスタートして、で接点を求めれば、接線へは出る。で、面積は上低下って積分計算すればいいでしょう。問題はこの体積なんだけど、これね、気をつけなきゃいけないところがあるから、もう先に喋っちゃうけども、ここの面積をちゃんと出さなきゃいけないぞという時には、 まず、外側をしっかり回して、赤い部分の回転体の体積を出してください。で、外を完全に回し切った後に、内側を回したものを引き算するわけ。いいい外を回したものから、内を回したものを引く。ちゃんと外引く、内って計算にしないとダメなんです。たまにね、 外引くうちの2乗なんて計算しちゃう人がいるんだけど、これはもうよろしくない。全然違うものになっちゃいますから、気をつけてください。はい。じゃあ、1番、2番、3番、一気に行ってみようと思います。まず、接点をこうやって置きます。そうすると、 微分すると E の x らだか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 らき括弧 X-X プラス Y 座標だっただ、ね、じゃあこれが原点通るから この形。はい。e の t 乗合わせてプラスと分かってるからね。割っていいよね。こういうことで t の値、接点 t ってやつは1であることが分かりました。ここは1ね。じゃあ、この今求めようと思ってる l って原点通る直線だよね。 原点通る直線ってことは、y 切片は0。傾きだけ分かればいいよな。傾きは、はい、e の t 乗のこいつよ。ここのとこに代入だよね。ということで、L の方程式は、y イコール、ex ということでした。書いとこう、ex ね。 EX だから。EX! って感じかな。いや、もうなんか、やらなきゃいけないかなと思って、もう無理やりやった感なんでね。つまんねえとか、そういうのもごめんなさい、ほんと。すいませんさ次行くよ。ここに。はい、2番。面積を出せ。はい。この、青い部分は、ぶっちゃけ三角形と見なせますんでね。赤を積分して、 三角形引くでもいいし、これぐらいだったら積分計算でもいいしって感じうん。まあでも三角形の面積見るのも大事かな三角形作っちゃおうか。い。さあそしたら、この x1 って分かったから、ここの長さが1で、この長さ e かなはい。じゃあ三角形の面積は2分の2 1かける1かける e です,すぐ式立てれた。 ね、じゃあ面積も大丈夫でしょう。はい。計算式はこんな感じになりますかね。したら、e の x 乗は、積分しても e の x 乗だからこんな感じなんで、こちら e-1 となります。で、後ろに2分の e がついてくるから、 面積係は2分の e-1 ということでした。で、3番目なんだが、これを回転させるよ。x 軸の周りに回転させるよってことなんだが、さっき言ったみたいにね、外側回したもの引く、内側回したものって、きちんと計算していっても、もちろんいい。でもね、直線を、 回転させたら何が出てくると思う想像しよう。まっすぐものが、って回るわけ。全然わかんなかったね。ごめん。直線の周りに、これが、シューッシュッと回る。ね、こんな感じで自分の手でやってもらえれば誰でもわかるでしょうけど、円錐が現れるんですね。はい。こちら、円錐が現れる。 だから、赤いものを回したところから、円錐を引けばいいじゃないかな。ちなみにこの円錐は、半径 E の底面の円。高さが1ってみなせるよね。はい。これいってみよう。はい。で、赤いところを回して引く、えー、青い部分は、3分の1。 πr2 乗をかける高さ。こちらが円錐ね。さあ、そしたら e の 2x 乗の積分なので、二分の一の e の 2x 乗だよね。 ここだけ計算したら、E の2乗引く1となったはずね。はい。で、後ろに同じものがずっと、現れてくるから、3分の πE2 乗を引き算しないとね。じゃあ、2分のと3分のは6分のかな ということで、計算はこんな感じ。体積はこんな感じになりました。じゃあ次4番ってことで4番見てみると、部分積分法を用いて、不定積分 i と j を求めろと、ね。i と自由を手に入れろの戦いだな。よし、どうしようかって思ったけど、分積分って書いてある、ね。じゃあもう黙って計算するだけですよ。はい、じゃあ4番。 ログ YDY は、Y ログ Y 引く Y 足す積分定数。で、ログの2乗は、ここ1かけると見てあげて、部分積分だよね。Y ログ Y の2乗を引く、インテグラル。Y かけるログ2乗の微分。 二倍の前に出して一乗を減らして、これを掛け算する。はい。したら上を愛と置くことにしてるんだったら、ここにも愛が登場することになるわけだよね。はい。まあこんな感じなんでしょうかね。はい。よって、 i は y グ y y 足す積分定数。で、上と下の積分定数変わりますから、えー、積分定数のところは別の文字 c2 とでもしましょう。ね。c1,c2 は積分定数と書いててください。はい。以上4番でした。さあ、では最後5番です。 D, ここの部分を Y 軸の周りに1回転させてできる立体の体積を出すということだそうだ。はい。ここを回してあげるという題材なんでね。えまずは外側。今回打ちとかれいている部分が外に変わって、これを回す。うん。今度は半径1で高さが E の円錐と見なせそうだから、その円錐をまず出そうね。で、 この赤い部分なんだけど、取り出しちゃおう。はい、赤い部分は、ここの部分を Y 軸の周りに回したい。覚えてますか回転軸に垂直に切るんだっていう指示だったよね。なので、この場合は、半径 X で、高さデルタ Y の断面積、 それをわーっと足し集めてこうぜーという設定になるわけだよね。はい。そしたら、y の値に注目すれば、y の値こっちが1で、こっちは e なのかなえ積分区間は1から e になりそうです。そこに注意しましょう。 じゃあさっき求める体積 V ってしちゃったからこっち W って置くね。じゃあまず円錐を出そう。3分の 1πr 乗をかける高さ。これが青の円錐。から赤い部分を引っこ抜くんで π1 から e までの x2 乗 dy ね。さて、ここの積分の計算方法、これも以前説明してあると思うんだけども、x イコール y の式にするのが提案の1。もう一つが、置換積分すること。はじめの与えられた曲線で、置換積分を実行すること。 で、三角関数とかのことを考えたら、すべてが x イコールの形にできるわけではないので、置間積分っていうのは手に入れておいてほしい。でも、今回指数と対数って逆関数の関係だったわけだから、y イコール e の x 乗と書いてあるなら、x イコール logy だもんね。で、ここに logy とかが入ったら、 なんか、つい最近見たことがあるような式になりそうですよね。はい。ということで今回は痴漢ではなくて、y イコールの形を x イコールに直すという方針でいきたいんですかね。さあ。そしたら、この不定積分さっき 4番目で出してるもんね。そいつに値を入れていけばいいっていうことでしょう。みんなは、括弧4番目の答えをね、ちゃんと見て考えてくださいね。じゃあ、1を入れると、ログ Y がほとんどなくなるんで、いい。これをうまく残しとこう。 はい。するとこんな形になりますか、ね、じゃあ展開すると。こんな感じでした。はい。ということで今回一気にね、X 軸周りの回転体の体積、Y 軸周りの回転体の体積って出しました。で、これ、先ほどの答えと V と違ってるよね。 だから一般にね、立体図形体積どうなるかなって時に、こっち回した時とこっち回した時別に同じにはならないわけよ。偶然同じになることもあり得るが、まあ基本的には違うものだってことですね。はい。だから、まあ例えば私がね、こうやってくるーって回った時のお腹の回り方と、でんぐり返しーってやった時のお腹の回りはきっと変わるんですよ。なぜか、カロリーが減るからです。 そして今皆さんに本当に訴えたいことがある。歳を取ると、新陳代謝が悪くなってきて、本当に体重が減らなくなりました。ね、でも私、やればできる子なんで、この後しっかりとマラソン大会に向けて走って痩せたいと思います。皆さんもやればできる子ですよね。一緒に頑張ろう。ね、どっちの方が頑張ったか、 白黒はっきりさせようぜじゃあまた来週バイバイえー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらねちゃんともう一回見るもう二回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね我々は他の単元の動画も撮ってますえー、ホームページの方を見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですからぜひホームページも活用してねじゃねー